で、成功者なんだと思ってる心が成功を作り出すの。で、神様はそういう人が大好きなの。だから命というのは神様からもらわないとできないんだよ。だからタンポポの葉っぱ一枚な、生きてるものは細胞一個作れないんだよ。これはいただかなきゃいけないもの。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。ひとりさんはこれまで成功して幸せになるための方法や運勢が良くなる方法をたくさん教えてくれています。ひとりさんの話に共通するのは、聞いたことを実践することで実際に成功や良運がやってくるという点です。もちろんこれを聞いた私たちはすぐに実践しようとするのですが、忘れてしまったり、なぜか一歩が踏み出せなかったりで行動に移せないことがあります。聞いた時は簡単に思えたことも、なかなか継続するのは難しいものです。この星は行動の星だとひとりさんは言っています。何か理由があったとしても行動できなければいい結果は得られません。今回はひとりさんの成功法則を実践するための基本的なお話です。これを聞けばひとりさんの教えが実践しやすくなります。最後までしっかりと聞いて幸せの道につないでください。ではどうぞ。ある人が、マルカンさんって宗教団体ですかって聞かれたの。それで、違いますよって言ったの。で、宗教団体だったらもっとしつこいですよって。なんかね、本当に、うちの会社製造間に合わないぐらい売れてんだよね。で、本当にいい商品が出てお客さんに喜ばれて、製造が間に合わないぐらい売れてるから、そのことを言ってくれると俺もなんか事業家みたいな感じするんだけど。うちの社長たちね、不思議なことが大好きで俺のお弟子さんになったんだよね。で、どちらかっていうと俺は幼稚園はキリスト教の幼稚園行って、それで、ちっちゃい時の影響ってすごいね、抜けないんだよね。それで、今おそらく日本で一夫多妻制を普及してるキリスト教は俺だけじゃん。今日真面目な話ね。前にね、俺がね、俺の話って仏教系なのね。さっきクリスチャンだっつって、今度仏教系。それで、仏教とキリスト教の違い分かるかな？教祖が違うとかって話じゃないんだよ。大きく言うとね、キリスト教ってさ、聖書があるじゃない。聖書あるでしょ。で、聖書に合わせて生きるの。だ、聖書が正しいの。だから聖書に合わせて生きるんだよね。だから合ってる人はいいけど窮屈な人もいるの。俺みたくちょっとだけ違うかなっていうか。で、俺が仏教っていうのは教えがいっぱいあるの。なんでかというと、一人一人違うから、これに合わせないって言うと、なさいって言うと大変なんだよね。で、釈迦は死んでからお経やなんか出て、お経って教えだからね。で、その教えの中で、その人に合ってることを教えてるから、数がすごく多いんだよ。で、うちに来る人たちって人のこといじめるような人っていないんだよ。だけど、いじめられちゃうような人が多いから、えばっちゃいけないよ、舐められちゃいけないよ、言ってな、とかって言うんだよね。それは舐められちゃうような人が多いんだよ。いや、本当に。で、いい人で結構いい男なのに、彼女いない人が多いんだよ。それで、彼女欲しいって言うんだよね。だけど、できないんだよ。だから、俺がね、
女4人ぐらい作るつもりでいなきゃダメだよって。だって1人欲しいっつってずっとできないんだからそれじゃこのままったらずっとできなくなっちゃうから、うん、いや仕事もそうなの。いやお店4軒ぐらい持つつもりでやっと1軒なんだよね。だからそういうつもりで彼女5人作るぞぐらいの勢いでやっと1人できるんだよ。そしたらそれをまたね、関係ない人が聞いて、自分は今1人いるからあと3人作るんですねとかあんたに言ってんじゃないんだよ、うん、それで1人いるなら1人大事にしなきゃダメなの。あの本当にひどい目に遭わされるからよしなえらい目見せられるからあのやめた方がいいよ。海峡都の人はね奥さん4人いるんだよね。で日本の男性がねいいですねって言ったの。そしたらその海峡都の人がさ、あなたは奥さん何人ですかって、私は日本人だから1人ですって言ったら、あの奥さんがあと3人いると思ったらどうですかって言ったら絶対嫌です、うん、それと同じことがね起きるからやめた方がいいよ。ただ一人もいないんだったらね、ちょっと熱くなっちゃったそれで彼女4人っていうのは勢いで言ってるだけだからね、あの本当に作ろうとしちゃダメだよでね、あのついてる神社いるとね面白いのね、ゲストっていうのがいるの。ゲストってこう訪ねてくる人はで、いつもいるメンバーはもう分かりきってんの、分かってっからさあんまり面白くないところがね、こう いろんな人がねこう来てね、そうね、あの母が癌になっちゃって泣いてんのね。で、そうなんだとかって、こんなこと気をつけた方がいいねとかさ、いろんなこと話してんの。で次の人来るじゃない。次はね、あの会社の上司が好きな不倫の話なで、不倫はいけないんですかとかって言うから、いやそういう哲学的なことは分かんないけど俺に言えることはすぐ浮気もできない体になっちゃうことだけは確かなんだよ本当に次死の流れるの早いからなんてこう、いや宇宙的なね宇宙的な答えをするんだね。本当にこう宇宙のこう流れに比べて人の一生は短いよねそれでだこの前ね、ものすごくね相談があるんですけどって言わないので、相談なんないから言ってくださいよって言ったの。でなかなか言わないの。したらね、お友達がモーテルで副上司しちゃったんだいろんな相談が来るのね。それで今笑ってるけど、その当人はみんな真剣なんだよ。どの悩みも真剣なんだよ。だ俺も真剣にこう聞いてるんだよねでそしたら面白いんでね、その30人ぐらいいた中で副上司っていうの知らない人がいっぱいいたの。だ学校で教えねえんだなとか教えない、うん、それで副上司のはね、定義があるんだよ、あれ。定義。そうだよ。定義があって。副上司っていうのは、愛人とモーテルへ行って副上司しなきゃ言わないんだよ。だって家で死んだって降ろされて終わりになっちゃう。ね。そうでしょ。だから難しいんで
それで聞いててと、でこんな話したらみんなでだんだん明るくなっちゃって、その人がでそのうちやっぱりおい、どうせ死ぬなら副上司がいいですよねとかって、うん、それでこれは神的な話で締めなきゃダメだなって俺も思って、で神的な話で最後締めたらみんながものすごい納得してくれてね、それはね、あのね、人は心臓が動いてるから生きてるとかってしているの。ところがペースメーカー入れてる人は死んでもね動いてんだよ。だから看護圏の中で動いてたりするんだよ。だから心臓が動いてるよ。この扇風機はさ、よくモーターがあるから回ってるって言うと、これスイッチ抜いたら止まっちゃうんだよ。で俺たちっていうのは命というものを、エネルギーを神からいただいてるから、スイッチを切られちゃうと死んじゃうんですよ。 OK ですか。だから純ちゃんがさ、神様に愛されてるとするじゃない。そうすると副上司とかって一番気持ちのいい状態で死ねるんだけど、愛されてないとやっと口説いて彼女と言ってズボン脱いだとこで切られちゃうんだから、辛いでしょ。だからやっぱし神に愛される生き方しようねって、みんな大きくうなずいてたね。やっぱりどんな話でも神的な締め方をしないとダメだな、うん。今日の話はね、あんまり長い話は、ね、しません。短めです。この前ね、こういうとこで話してるときは長い方がいいんだけど、そのテープ人に配ったときに、初めて聞く人は30分ぐらいの話がいいんだ、30分の話して、でいやさっきの聞き方あれカットあれカットあれカットだよもったいない、あれはカットしなきゃ、ただいまから講演会を始めて、今日はね、運勢が良くなる話します。これがね、これが分かんないと、ひとりさんの言ってることって分からない。あ、何を言ってんのかなこの人はって、私本当に神様がいると思ってるの。珍しいでしょ、日本人じゃ珍しいので、浮遊霊もいると思ってるの。だから別にあの信じない人は本当に信じなくていいんだよ。あの信じたって信じなくたって同じなんだよ本当に俺たち変わり者だから本当に信じなくていいけどね、今からちょっとだけ難しい話する。人間は3つのものでできてるの。命、これあるよね。あと考え方、 OK、 それから肉体、 OK。 なんでかというと、命って勝手にこう食べたものを消化したり心臓を動かしたりしてさ、俺たち心臓を動かそうとしてないよね。脳に細胞ができて、それが新陳代謝して、ね、あのおしっことか便とか崩れてなくなっていって新しいのができて、細胞、それって俺たち考えてやってないよな。考えてんだったら夜寝てたの間に心臓止まっちゃうよなOK。 だ、命というのは神様からもらわないとできないんだよ。だからタンポポの葉っぱ一杯一枚な、生きてるものは細胞一個作れないんだよ。これはいただかなきゃいけないものなんだ。あとは考え方、 OK、 心というのがあるんだよ。あと体、それで命はいただきもんだからみんないただいてるよな。で考え方、これが創造主なんだよ。 OK で、 OK かな。で肉体とはそれの結果なんだよ。
今のひとりさんがこうやっているのは結果なんだよ。考えてた、先ほどもすごい高尚なるなんつうの神的な話をしたんだけど、あれはカットしてですね何言いたいんですかっていうと、心が成功者だと思わないと成功ができないんだよ。で、俺は過去一回も失敗したことがないんだよ。で、この地球は行動の星なんだよ。行動すると成功か大成功しかないんだよ。当たりか大当たりしかないんだよ。 OK ですか。例えば俺が、私携帯電話できない。さっき写真撮ってあげるから、なかなか写んないって言ったら、レンズのとこ指で押さえてたんだ だからインターネットもできないんだよね。それでインターネットを俺が例えば習いに行くじゃない。そうすると、まあ一日でやめちゃったとするよね。ところが電気の入れ方ぐらいは覚えられるんだよ。俺は成功者なんだよ。で、成功とは今までの自分と比べて成功者かどうかなんだよ。神は人と争うことを嫌うんだよ。人がバンバンできたらそんなこと知ったこっちゃないんだよ。俺は電気の入れ方も知らなかったんだよ。それが入れられるようになったんだよ。で、それ俺は成功者なんだよ。で、断るごとに、ああ、俺は電気入れられなかったら入れられるようになったから、昨日よりちょっとマシになってっから、俺は成功者なんだと思うと、成功を作り出してんだよ。ところが、一週間が10日行って、もっと俺より行ってるのに、もっとすごいやつと比べて、自分はダメなんだっていう人がいるんだよ。そうすると、あなたは今自分がダメだって想像しましたよね。想像したことが起きるんだよ。だから俺は異常に運がいいんだよ。なんでですかって言うと、成功者だからなんだよ。どんなちっちゃなことでも、例えば俺がクラシックバレエとか習いに行くとするじゃない。いや、今なんで笑ったの？ね、そう、例えば10分でやめちゃうとするじゃない。でも俺クラシックバレエについてきっと3時間語れると思うんだよねいや俺行ったことあるんだけどさとか、あ、体硬くてさとか、行ったことない人にはわからない何かがわかるんだよな。で、たったそれだけで成功者なんだよね。だって会場すら行ったことない、わかるか、練習場みたいなのあるじゃん。そういうところへちょっと行っただけでも成功者なんだよ。で、向かないっていうことが分かっただけで成功者なんだよ。いや俺か、俺昔充実っていうのやったことあるんだよ。これが痛いんだ、ただただ痛いんだよ俺がね、ちょっとしたところで知り合いになっちゃったらね、その先生誰も弟子がいないんだよほいでね、ご飯屋なんか用意して待ってんだよねそれで行くとね、いろんな技かけられちゃってねそれでね、なんだか痛かったのしか覚えてなくてただね、それだけでも痛いということが分かっただけでもね。だからよくプロレスラーと柔術の戦いがあって、技かけられるとあのプロレスラーがタン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 ってすぐ参っちゃうじゃない。あれ分かるよ我慢できるような痛さじゃないのいや、そんなことがね、ほら、俺は柔術やったけど物にならなかったからダメだっていうことを思うと、あなたは今ダメを想像しましたよね。その先生がね、こう喧嘩したようになんかしても強くなると負けないんだっていうの。だけど練習がのされたより痛いんだよねこれ喧嘩で負けた方が楽じゃないかってぐらいね
面白いよね。またいろんな人に出会ってさ、いろんなこと起きるんだけど、だから俺は一つずつこれが成功なんだよ、これが成功なんだよ。で、成功をいつも心で描いてる人ってなぜか成功を呼び寄せるんだよね。俺神様好きなんだよね。で、いや俺は細けえ話だなと思ってんのがね、この前なんかある宗教団体がなんか新聞に俺の本が載るった時、まあ お断り食ったのね。で、いいの、全然それはいいので、俺自分は神様好きの宗教嫌いだから、ただやってる人はいいんだよ、やってな、宗教って自由なので、やんない俺も自由なの。したらなんでかなと思ってたらね、きっと俺が神様っていう言葉を使うから、仏教系は仏様だとかそれじゃないといけないらしいんだよな。俺は全部ひとまとめにして神様と言っちゃう癖があるんだよな。俺たちって成功者なんだよ。今日みんな素敵な格好してみんな綺麗にしてるじゃん。人間ってね、心の中に神様の分け御霊っていうのが入ってるんだよ。 OK？ そうすると俺たちの身なりってさ、封筒と同じなんだよ。茶封筒あるじゃん、茶封筒が来るじゃん、あれから愛の言葉出てこないよな対外請求書とかさやっぱし愛の言葉が出てくるのはね、ピンクだったり花柄だったりさ。だそれと同じようにさ、俺たちもこう素敵だなって思う人は素敵な言葉を喋るよな。そんなことを言ってて、俺は宗教やってる人もいい、全然構わないの。いろんなお坊さんとかいろんな人が俺のファンでいてくれるのね。で、それもいいので、ただ一人さんは宗教ですかって時、違うよって。だって俺宗教家になれるほど真面目じゃないもん、うん、で、言いたいこと言って生きてたいの。それと本当に失礼だなと思って申し訳ないと思うんだけど、写真撮らないでとか珍しいと思うんだよね。だけど俺外行って、いまだにこう千葉行って定食屋さん行ったり、いろんなとこ行ってこうご飯食べておばちゃんとかつって仲良くしてんのね。で、なんかこの人が俺のことを納税日本一の一人さんだって知ったら、なんか話し方が変わっちゃうかなとか、些細な話なのね、うん、みんなに分かってもらいたいのは、俺は俺なの。俺のお弟子さんってさ、恵美子さんと花江ちゃんと違うんだよ、純ちゃんと違うんだよ。いや、一人一人教えてることが違うんだよね。えばりすぎるやつにはえばっちゃダメだよって言うし、あんまりいじけてると胸張って生きれよって、どれが正しいんですか。全部正しいんだよ。きっと読みながら、読みながらこれは誰に向かって言ってんだろうって考えてほしいんだよな。そうじゃないと1たす1は2みたいの探すんだよ。ひとりさんからこれを教わってら何にでも当てはまるものができるだろうと。人間ってそういうもんじゃないんだよ。当てはまらないんだよ。お弟子さんだって全部違うんだよ。のぶちゃんこうだよとかな、みっちゃんこうだよ、今日だって私って偉いねって、あなたって偉いね、みっちゃん寝てないで起きてくださいよいい話と必ず寝てるんですよHe's right.
みっちゃん先生が寝てる時は大概いい話です。バロメーターだからね。ただね、みんな一人ずつ違うんだよって。だからオールマイティの答えはないよって。同じことを言ったら喜ぶ人がいて、同じことを言ったら怒る人がいて、同じことを言っただけで傷つく人もいたりな。だからそれを見極める、目を見る、見極められるように自分を養うことだな。分かったかい。今日の教えはね、絶対人と競争しちゃダメだよ。今の自分がちょっとでも良くなったら成功者なの。ちょこっとちょこっとでいいの。成功成功成功と成功は続くものなの。だから成功者に失敗はないので、みんなが行動の星で行動できないわけは何ですかっていうと、それは失敗が怖いんだよ。で、失敗とは人と比べてるんだよ。で、魂は何回も生まれ変わってくるから、未熟な魂は未熟なような勉強があるんだよ。で、行動しない限りこの星はどうにもならない星なんだよ。で、誰かと俺比べちゃダメだよって。俺体硬いから床から20センチぐらいね、しかこう手がこういかないんだよ。で、19センチになったら俺は成功者なんだよ。ところが世の中には反対からこうやって股から顔出すやつがいるんだよな。うん。だからね、いちいちね、ああいうね、何でもそうだけど、すごいやつっているんだよ。絶対比べちゃダメだよ。淡々と自分は成功者なんだ、成功者なんだ、これに向かないことが分かったから成功者なんだ。親もね、何でも続けなきゃダメだよとか言っちゃダメだよ。あんたなんか続いたことあんですかって。いや、この前もね、ついてる神社来て話してた人がさ、ついてる神社って言うとね、また誤解されるんだよ。口がな、慣れちゃってっからさ、一人さんファンの集まるお店。そしたらさ、その人が、子供の話ずっとしてた時、ずっと続けてほしいんだ。学校がつまんないって言うんですって。それ正常だよって言ったら、そしたらね、私は楽しかったんですって。時々いるんだよ。時々ね。だからその時ね、言ったの、学校が楽しいっていう人は家がもっとつまんない。うん。したらね、その人はっと気がついてね、そういえばうちはお父さんとお母さんが働きにずっと一人だったんだって。だからね、学校だと友達だとか、一人って寂しいからね。刑務所の中でね、一番罪の重いやつは独房ってに入れられちゃう。で、ずっと一人なの。そうじゃない人は出てった、こう働いて千万かけたりとか、働いてるってね、すごく楽なんだって。だから、その人にする、したらね、家より、学校のが楽しかったんだね。だけどそのお母さんにさ、お母さん今日俺からいい話聞いてよかったなって。一つでも物知ったら成功者だよ。だから子供に、お前もいろんなことを覚えて一つずつやってってな。よくゲームばっかしやってるって言うけど、ゲームばっかしやってる子が大人になった頃、あのゲーム感覚で仕事ができるように世の中が変わるんだよ。世の中ってそういうものなんだよ。OK かい？だから絶対困ったことはね、起きないんだよ。みんな今日覚えてってな。何か一つでもできたり、一つでも知ったら自分は成功者なの。で、成功者なんだと思ってる心が
成功を作り出すの。で、神様はそういう人が大好きなの。いちいち人と比べて自分はダメなんだってやってること自体神が嫌うの。俺どうしても神様って言っちゃうのね。今度もまた素晴らしい昇進ができた時、もし神がいないとなると俺が考えたことになっちゃうんだよね。で、俺そんな頭良かったかなとかいろいろ考えちゃった時、これはどうしても神様としか思えないんだよな。で、神様ってね、神の手助けまで自分の力だって言うとね、お前の実力を見せてあげるって言われるので、俺はそれが嫌なの。だから、うちは成功、俺は成功者だ成功者だと思いながら成功者になったので、お弟子さんに終始一貫俺が教えてきたことは、一つずつ失敗ですらこれじゃダメだということが分かった成功なの。だからみんな生き生きしてるのね。本当なんだよ。みんなさっきこうやってずっと話したけど、最初の頃はね、立って名前も言えないぐらい震えてたんだよ。それも10人か20人のとこでだよ。あの、うちっていろんなとこで、あの、パーティーがあると、パーティーだってあれだよ、お店が開くたんびに、そう、出店パーティーだって些細なもんなんだよ。こんなんじゃないんだよ。みんな社長が集まってそこで立って話する、それを練習させて、でそのうちにだん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 喋れるようになってきて、今こうやって堂々と喋れるじゃない。それってちょっとちょっとでよかったな、すごかったな。これをうまくいかなかったとか、上手に喋れない、私ってダメだって言ってたら、だんだんやらなくなっちゃうんだよ。行動の星で行動しないことが最高に失敗なんだよ。恵美子さんなんか本読みな、本読みな、本一冊読ませるのに何年もかかったの。それが今書いてんだよ、堂々と。もうね、今ね、作家の先生になっちゃってんだよね。だから人間途中で諦めちゃダメだよ。少しずつ少しずつね。今日の話はこれで終わります。はい。終わってまた話する。じゃあもっとくだらない話ね。あの話とどっちがいいか、あの宇宙の話と、あ、宇宙の話ね、宇宙の話をします。あの、夜空をこう見てるとね、星がいくつもあるんです。考えたことありますか？そういうロマンチックなこと考えてますか、千葉さん？でね、こう夜空のこう星をこう見てるとね、悲しい人は悲しいことを考えるんですよ。楽しい人は楽しいことを考えるんです。でね、こう夜空の星を見てるとね、星ってね、無限なんですよ。だから実のとこ言うと、今消える星があるんですよ。で、今できてる星もあるんですよ。で、宇宙は無限の広さがあるんですよ。ってことは、無限に星の数はあるんですよ。それで、遠いどこかの星に、色白むっちりティーバック星というのがあるんだと。で、そういう星があるんです。で、これを否定できる学者はいないんです。あるんで、これは否定できないんです。本当にそれほど宇宙は広いんです。でこの色白むっちりティーバック星から円盤がある日飛んでくるで、ひとりさんはね、さらわれちゃうんです。
さらわれちゃう。いや笑って、それでね、ひとりさんはさらわれちゃうんだけど、そんなことでミサオを許すような人間じゃない、ないんです。そうなの。それで自分は拒否するんだけど、そうすると地球を滅ぼすって言われちゃうんだ。で俺は悩みます。嘘じゃない、ミサオを守るべきか地球を救うべきか、これはもし映画にした時、ここが一番観客が泣けるとこだと思うんだよね。観客が一番泣けるとこだと思うんだよね。だけどやっぱし地球は守りたいです。それで地球のために、まあ犠牲になるっていうことですかね。それで、あなたは夜空を見ながらそこまで考えられますか？あなたは悲しいことや否定的なことを考えてませんか？なぜ無限の宇宙を見て自分に都合のいいことを考えないんですか？うん、それが幸せかどうかを決めるんですよ。だから皆さんがこういう星がいい、必ずその星はあります。私はいつかさらわれます。最高ですね。みんな幸せになるんだよ。あのな、お小遣いの中からパチンコ行ったっていいんだよ。みんなね、人に迷惑かけない範囲でみんないい人なの。みんなで楽しく生きてんだよな。で、自分がクスッと笑えて、人に言ったら人まで笑って連鎖するような楽しいこと考えていきましょう。どうもありがとうございます。感謝してます。私たち人間は命と考え方と肉体とでできています。神様から授かった命はかけがえのないもので、人知の及ぶところではありません。考え方とは心であり、創造主です。そして心によって創造された結果が肉体です。肉体や現実が単体で向こうからやってくるわけではありません。私たちが自分の望み通り幸せに成功したいと思えば、心をそのように整える必要がありそうです。いくら成功したいとか幸せになりたいと願っていても、それにふさわしい考え方でなければ、いつまでたっても実現しないということです。心底自分は成功者だと思えば、必ずその人は成功者になります。実際にひとりさんは自分のことを成功者だと言っていて、いついかなる時でも自分は成功者なのだそうです。億万長者のひとりさんだからそう思っているのではありません。そう思っているからひとりさんは億万長者になっているのです。それを聞いて、今から自分は成功者だと思い込もうとしても、これがなかなか簡単ではありません。自分の現在の状況を見て、周りを見渡して、そんなはずはないと心のどこかで思ってしまうからです。ここで成功者の第一歩の考え方をひとりさんが教えてくれます。それは人と比べないことです。成功かどうかの判断は以前の自分と比べてのことであって、人と比べるのではありません。売上が先月より1000円アップすれば、それは成功です。そこで隣を見て、あっちのお店は先月より100万円アップしたらしいと聞けば、自分のことは大したことがないように思えます。ですが、そこで隣を見る必要は全くないのです。自分の売上が先月や去年に比べてどうだったかということだけが成長の基準です。
先月より1円でも上がっていれば成功です。これは全てのことに当てはまります。何もしなかった子がゴミ出しをするようになれば、これは大きな成長です。隣の子はゴミ出しどころか掃除や洗濯までして、しかも成績優秀だったとしても関係ありません。比較に他人を持ち出さなければ成功者になるのは簡単です。昨日より前より少しだけ進んでいれば、それが成功です。昨日より成長した自分は成功者だと心に刻んでいれば、結果である肉体と現実は成功に向かっていきます。私たちの多くは自分が成功者だと思い込めずにいて、そのせいで行動に移すことができなかったりします。自分が成功者だと思えないのは他人と比べるからです。世界はとても広くて、特に最近はネットを見れば世界中のすごい人に出会う機会があります。それといちいち比べて勝ち続けることができる人なんていません。同じ人はこの世にいませんし、幸せのあり方や成功の形も人それぞれです。世界にたった一人の自分は、自分にしかわからない幸せがあります。そのことを思い出せば、人と競うのは無駄なことだと気づきます。何か行動を起こして失敗したと思うのは、人と比べているからです。たとえパソコン教室を1日でやめても、ひとりさんはそれを失敗とは思いません。パソコンの立ち上げ方が学べたら成功ですし、何も身につかなかったとしても、それが苦手だと分かったことが成功です。継続できないことを悪だとする考えがありますが、継続できたらそれが成功ですし、できなくてもそれもまた成功です。ひとりさんは常々、地球は行動の星で、行動しなければ何も起きないと言っています。そして行動すれば成功か大成功かしかないとも言います。これを聞いても、多くの人は行動に移せずにいます。その理由は、失敗が怖いと心のどこかで思っているからです。何かをやって失敗することはありません。思うような結果にならないこともありますが、思うようにできないということが知れた点で成功しています。結果がどんなものであれ、行動する前にはわからなかった何かを必ず手にして成功しているのです。どうもうまくいかないということがあったとき、これは失敗だと考えるのをやめてみてください。その代わりに、うまくいかないことが分かって成長していると考えるのです。行動の結果に失敗はありません。成功するか大成功するかのどちらかです。成功して幸せでいるために必要なことは、諦めないことです。そして自分が成功者だと知っていることです。諦めない成功者が幸せにならないはずはありません。私たちはみんな、成功して幸せになるように神様に仕組まれています。心配や不安は手放して、みんなで楽しくそれぞれの幸せの道を歩いていたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。